時は戦国時代中期、遡ること永正15年1518年7月、時の古学坊足利政氏の次男義明が上総の真理敦阿波里美の支援を受け、千葉領のお弓城を奪い、そこに御所を置いたことでお弓久保が誕生した。関東に着流の古学坊と初流のお弓久保、二人の久保が存在する状況が続き、どちらにとっても目障りな存在として意識し始めていく。四代目古学坊となった足利晴氏は、関東で勢力を伸ばしてきた北条家に目をつけ、関東管領部任上の発給を条件にお弓久保討伐を依頼する。一方、お弓久保足利義明は上総真理敦武田の内向を鎮め、暴走を支配下とすると、里見義隆や武田の思わさに軍を出させ、自らも出陣し、一気に古賀御所まで攻め込む動きに出る。しかし、その動きを察知していた北条実男は、太い川を溶かし相模台に入ると、河野大城北の矢切台の地に布陣し、両軍は激突。決戦の末、北条軍は久保足利義明とその嫡男義澄をも撃ち、大勝利を収め、お弓久保は戦国の世から消えることとなった。後の世で第一次河野大合戦を呼ばれることとなる。この戦いに勝利した北条は、東駿河、伊豆、相模、南武蔵、南下総、そして上総と広大な領土を支配する戦国大名となった。そして己の役目はここまでだと決断した氏綱は、家督を嫡男氏康に譲り、ご隠居様として小田原城に帰還した。一方、当主となった氏康は上総まで進軍し、お弓派残党の総統と阿波里見軍の上総進攻を阻止すべく、久留里城で指揮を執っていた。殿、父森政に代わり、それがしが父の隊を引きやってまいりました。おう、重置をよこしたか。うむ、そなたがおれば頼もしい。はは、すぐにも峰上城に向かいましょうぞ。まあ慌てるな、里見義隆がどこにいるかを掴んでからだ。氏康殿、今戻った。うむ、大都城は押さえたのだな。ああ、これで星に従わないのは。勝佐北部では酒井貞治、そして勝佐南部佐貫城、峰上城にこもる叔父の武田信明、そして武田信政ということか。はい、その信政ですが、領民の話では正木と岸下隊が信政を連れ阿波に落ちたと。やはり里見義隆を頼ったか。もう一つ懸念が。懸念だと？ええ、お弓久保足利義明の次男国王丸も信政と共に里見が庇護したとの噂が。何、久保には次男がおったのか。まだ7つの子供ですが、いずれどこかでお弓久保を再興する動きに出るのは明白。里見義隆、なんともしたたかなやつよ。氏康、里見義隆の居所が分かった。さすが小太郎だ。してどこにおる。さほど南ではない。袋海城からすぐ南、勝佐と阿波の境にある金谷城だ。そこに武田信政もいる。兵はどの程度だ。水軍も含め4000から5000といったところだ。金谷城は敵の寝床となっている。迂闊に攻め込むのは危険だ。ジョイ、それは俺のセリフだ。ははは、行ってみたくてな。小太郎はここを離れてよい。すぐにも江戸に戻り、扇ヶ谷の情勢を調べておいてくれ。ジョイ、まだ忍びを上総から引き上げるのは早かろうに。案ずるな、里見義隆が金谷城に入ったということはしばらくは動かないと言っているようなものだ。何を根拠に。うむ、なぜ義隆は居城岡本城まで引かないのか。それは武田信明のこもる峰上城が攻められた時に御詰めとしてすぐに駆けつけられるようにじゃ。そして袋海城よりも堅牢な金谷城なら、万が一海から攻められても5000おれば耐えられる。では峰上城や讃岐城の攻略は。今は強引に攻める時ではない。戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなりと申すであろう。戦わずして兵を何だと言うんだ。孫子の兵法にある百戦百勝は善の善なるものにあらず、戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。すなわち、すべてを戦で勝つことばかりが最善ではない。戦わず降伏させることができるならそれが最善なのだとの教え。里見義隆や信政が降伏するとは思えん。今すぐには無理であろう。来年には父が関東管領に就任する運び。そうなれば里見義隆も姿勢を変えてこようぞ。そうであろうか。信孝様、時計城主酒井貞治、利房親子が降伏すると城外まで来ておりますが、いかがいたしましょう。早速ですな。ああ、よし、すぐ会おう。城へ通してくれ。はは。土家城主酒井貞治にございます。貞治殿、当家に降伏すると聞いたが、そなたは元は千葉家の者、何故ここに。お弓御所の跡地に原為清と申す千葉旧臣が事業を得たことはご存知でしょう。無論承知ぞ。お弓城は元は原家の城ゆえ給料回復したということ。わしはあの者とどうも馬が合わぬ。よって千葉参加に戻らず、真理敦武田家の家臣に加わりたくここに参った。後ろにおるは嫡男利房、この者を証人として信孝殿に預けまする。
さあ、歳房、挨拶せよ。は、堺貞治が着し、歳房と申します。よろしゅうお頼みいたします。うむ、歳房、大儀である。貞治殿、阿波の里見吉高は油断ならぬ。今は、将が入りような時。長子、歳房殿を承認とせずとも、次男か娘でよいぞ。母、ありがたきご配慮。これからは、共に里見と相対して参ろうぞ。里見は、お弓クポン様を見捨て、早々に撤退した大悪党。せめて、正木隊だけでも、決戦に加わっておれば、負けることはなかった。おい、吉安殿がおられる。発言には気をつけられよ。よいよい、戦の勝敗は時の運。確かに、あの時、里見の隊に加勢されたら、負けておったやもな。これは、北条氏康様とはつい知らず。口が滑ってしまいました。うむ、わしが北条家当主を継いだ氏康だ。しかしあの時の堺隊の突撃は勇ましかったぞ。当家宿老となった内藤寺森政もその武勇を褒めておったほどじゃ。まこと恐縮にございます。堺殿が加わったということはこの東上総も抑えたということ。より一層里見義高は阿波から動けないであろうな。先ほど扇ヶ谷の情勢を探らせる指示を出しておりましたが。うむ、さすがに孤立する武蔵川越城をこれ以上放置もできぬ。鶴岡八幡宮本殿が落成するまでには何とかせねばならぬゆえ、ぼちぼち江戸に戻ろうと思う。もう少し滞在してくだされ。内安殿がおらぬと知るや、里見軍が攻めてくるやも。北条綱高隊、大道寺重置隊、木更津港には富間が水軍をとどめ置くゆえ、ご案じなさらぬよう。それならば綱高を名代とするゆえ、里見が動いたらすぐに知らせるのだ。無論速攻で伝えまするぞ。して当主の件ですが、それがしから五岳坊様に申し入れておくゆえ、追って御所から沙汰があろう。かたじけない。ではここで里見義高がすぐには動かないと踏んだ北条氏康は、北条綱高を長とし、海の監視を富永水軍に任せ久留里城を立った。江戸に戻る道中も房総街道沿いの笹子城、志津城、お弓城、井の花城、幕張城と順に立ち寄り、土地の土豪らを鼓舞する徹底ぶりであった。一方、第一次河野大合戦で、お弓久保を見捨てる形で阿波に戻っていた里見義高は、小太郎の調べ通り、金谷城に入っていた。落ち延びてこられた信政殿をお連れしました。うむ、どうせ。はい。義高殿、何故、久保様を見捨て逃げたのだ。外交早々にそれか。そう申すが、そなたも逃げてきたのでは。わしは、矢切台で決戦に臨んでおるが、そなたは劣勢と知るや否や撤退したではないか。そなたも撤退しておるではないか。違う、久保様と共に決戦に参陣しておらんことを申しておるのだ。しっかりと堀江で北条水軍を睨みつけておりましたが、何か。水軍はそれでよいが、正木隊をなぜ戦場に向かわせなかったのだ。正木隊が参戦しておれば勝機はあった。いや、負けておろう。北条氏綱、いや玄庵が五岳坊を参陣させた。久保同士の戦となれば、数で劣る側が負けるのが必定。そうなる前に決着をつけることができたのだと申しておるのじゃ。ああ、決戦に至る前、北条が太い川を渡る時を狙うべきであった。そう進言したが、義明様は受け入れなかった。敗因はそこにある。決戦に参陣せぬわけが、たったそれだけか。ちょっと久保様に拒否られただけで引きこもりやがって。なんじゃと、もう一度申してみよう。喧嘩をしている場合ですか。信政殿は当家にかくまわれている身ですぞ。今少しご自身の立場を理解ください。わ、分かっておる。久保様の討ち死にがあまりにも衝撃のことだったゆえ、つい言い過ぎた。わしも言い過ぎた。すまぬ。信政殿にはいずれ勝佐の領主に戻れるよう当家が力になるゆえ、それまでこの阿波で暮らしてくだされ。動くなら信孝が地盤を固める前でないとまずい。慌ててはならぬ。北条軍が勝佐にいるうちは動けぬ。地球の知らせ申せ。はっ。北条の大将氏康が主力5000を連れ勝佐を離れました。しかしこの笹子城に北条綱高隊2000、木更津港に北条水軍200隻ほどが残り、当家の動きを監視しているかと思われます。一旦暴走進行の区切りとしたのだな。北条の主力が引いたなら今が信孝を攻める好機ではないか。慌ててはならぬと申しておる。お弓久保様がいない今、勝佐の武田信孝は北の千葉家という後ろ盾を有しているのだ。そしてこの江戸湾は北条が完全に支配してもおる。我らが挙兵したと分かれば、江戸、品川、横浜、三浦から北条軍が攻め込んでくる。お弓久保、足利義明様は確かにいない。されど、この子がおりますぞ。この小僧は誰じゃ。お弓久保様の第二子、国王丸君。吉住様の弟君ということか。そうです。義明様の嫡子、吉住様も撃たれた今、この国王丸君が次のお弓久保。国王丸君を担ぎ上げれば、勝佐、そして下房へ攻め込む大義名分となりましょうぞ。確かに、旗揚げの大義名分にはなる。されど、敵には、五岳坊様がついておる。お弓御所を破却した敵の士気は高い。今この時に動くのは無謀じゃ。
それに国王丸弓はまだ7つ、さすがに若すぎる。ならばいつ動いていただけるのじゃ。今は何とも言えん。上杉と北条が衝突でもしてくれればよいのだが。殿、扇ヶ谷と山の内の両上杉に文を送り、共に北条に当たるとの盟約を結ぶのはいかがか。なるほどの。どちらの上杉も北条は共通の敵ゆえ、こちらの誘いに乗ってくるであろうな。ええ、両上杉が動いた時こそ我らは勝さに進言がよろしいかと。うむ、時しげの申す通りじゃな。信政殿、この流れでよいな。承知しましたぞ。北条氏康の思惑通り、里見義高はすぐにも兵を動かし、上総に攻め上ることはしなかった。一方、丸安武田ではなく、甲斐の国の武田家では、武田信虎による強引な信濃侵攻が再び始まっていた。御立様。大河を意識しすぎじゃ。その呼び方はやめよう。はは。では、お盾様。越後上杉の館の呼び名じゃ。それもやめよう。そうですか。ならば、お館様。そう、それを。わざと間違えて呼ぶでない。いや、皆の教養を高めるためにも。尺の無駄じゃ。まあよい。して、平賀の残党はどうなった？はっ。この、小海村の地に、平賀一族の屋敷がありました。そこに、一昨年撃った、平賀源信の弟、大井貞隆が入り、平賀の残党らと挙兵。知らせを聞いた原虎種の隊は向かい、虎種の無双奥義が炸裂し、死産。無双奥義とは何じゃ？聞いた話によれば、槍をブンブン振り回しながら飛び上がり、そのまま敵兵の頭上に落下。その威力で敵兵は吹っ飛び、死ぬ、という荒技だと。お、鬼のようじゃな。まさに、鬼のごとき働きにございますな。その様を見た大井忠隆は、内山城に逃げ帰ったとのことに。鬼の虎種にも、ぼちぼち、褒美として、官位を与えてやらねばならんな。あまりは備前の神であったな。はっ。小山田は備中の神だろ。そして、諸積は豊後の神。あの山は伊豆の神。そしてカッキーは駿河の神か。残りは美濃か。よし、虎種に美濃の神を与えてやろう。あの者は戸様にございますぞ。千葉での者ゆえ。だからこそじゃ。北条がお弓くぼぐを討伐したことで、千葉の力が高まってきた。頼りになるあやつが、今、ここで下総に戻られても困るゆえ、官位を与え、一層のわしへの忠義の念を抱かせる。なるほど。美濃の神、原虎種か。鬼のあやつじゃ、お耳の、とでも呼んでやろうかの、ガッハハハ。はは。して、親方様。大井の鎮圧も終わりましたし、甲斐に戻りましょうぞ。はぁ、あ、大井の鎮圧なんぞ、まだ終わっておらん。同盟先の諏訪と共闘し、この、楽軍、ここを奪うまで、進行を続ける。さすがに兵艦が足りませぬぞ。そんなもの、侵略先から奪えばよい。河内源氏を祖とする当家が、そのような真似をしてはなりませぬ。あまりまでもが、ガッキーのようなことを言い出しよって。今は混乱の世、どこの大名も略奪や奴隷売買などやっておろうが。父上、それは聞き捨てなりません。春信、聞いておったのか。そんなでかい声で話されておれば嫌でも聞こえてきまする。春信も信濃侵攻には反対じゃと申すのか。反対ではありませんが、今ではありません。すでに諏訪の当主となった諏訪頼重に娘ネネを嫁がせることが決まっておる。早ければ来年にも腰切れとなるのじゃ。その諏訪と共に、佐久軍、そして小佐方軍までを一気に制圧じゃ。確かに、兵は勝つことをたっ飛び、久しきをたっ飛ばず、と申します。されど、今ではありません。孫氏は、まず、こう言っています。また孫氏か。そんな昔の、しかも、中国の兵法書が、この戦国の世に使えるわけがない。そうでしょうか。三国時代の中国で、国を統一した、義の曹操。そして、我が河内源氏の祖となる、源義家公も。さらには、機内の弱兵で強大な鎌倉幕府軍に抗った楠木正成子。近い時代なら室町に幕府は。わかったわかった。孫氏はまず何と申しておる。は、孫氏曰く、兵は国の大事にして、市政の地、存亡の道、察せざるべからずなり、都市系で申しております。戦で生むものはなく、ただ、なくしていくばかり。それゆえ、安易に起こしてはならず、事前に十分な検討を行うべきだと。わしとて、十分に検討し、敵対していた柴との和睦を選択した。そして、この度、佐久軍への侵攻を決断したのじゃ。未だ、甲斐では、飢饉に苦しむ領民が多くおります。川の治水も終えておりません。さらに、関東では、北条氏綱が、将軍家である、お弓くぼん様を討つという暴挙に出て、勢力拡大を果たしております。その北条に対抗するためにも、信濃の地を早く得ねばならんのじゃ。今は、甲斐の国力を高める時です。いや、まずは佐久軍を得ることじゃ。この内山城の大井貞清や長久保城の貞隆ら守護大大井一族が佐久軍を牛耳っておる。そして大井と同族である前山城の友の貞義は大井貞隆と仲が悪い。そこに目をつけ、友野を上略するべくオブ虎将らを向かわせておる。友野が落ちれば佐久軍は得たも同然じゃ。佐久軍を得たが終わりではないのです。大井の後ろには小佐方軍の重の一派雲野や望月ら国中がおります。
西には力をつけてきた村上義清もおり、ここらが当家の信仰を黙って見てはおらぬでしょう。村上義清だと、あんな古城当主など相手にするほどでもない。とにかく諏訪と共に柵へ攻め上るまで、そなたは父の背中を黙って見ておればよい。ならばせめて同盟先の山の内上杉家に援軍を要請し、関東管領に援軍など要請してみよう。見返りに何を求められるか分かったものじゃない。何のための同盟なのですか。うるさい。わしのやることにこれ以上口を出すでない。ならば拙者は会に戻りまする。好きにせよ。春信の好きな国づくりにでも励んでおれ。はは、喜んで。喜ぶでない。隣国大名が領土を拡大していくことに焦っていた武田信虎は、守護小笠原家の力が衰退した信濃に再び侵攻する道を選んだ。大義のない野心だけの強引な侵攻が災いしたのか、信虎が戦国大名の座を引きずり下されることになるのはこの2年後のことである。信濃の本陣を去った武田晴信が甲斐の館に戻った頃、北条氏康は江戸城にて次なる戦の支度を終えようとしていた。殿、今戻りました。お、信元が石膏として働いておったのか。刀傷は癒えたのか。はい、小太郎殿の傷薬がよく効きまして、この通りしっかり働けまする。小太郎は何でもできるの。して、大石はどうすると。大石も登記の調略は失敗に終わりました。城を枕に打ち死にするとまで申しており。そうか、ダメか。城兵の数はつかめたか。あ、当家に組みしない地侍らも含め、戦となれば1500から2000は城に集うのではと。そうか、ならば同時に力攻めとなるか。綱影、火災城からも出兵できるか。おおむね城の復興は終えております。葛飾州2000が藤安様の右腕となりましょうぞ。よう申した。よし、こたびは山の内、扇ヶ谷津、両上杉に同時に戦を仕掛ける。先に城を落とした方の大将にはわしが荒木彦次郎殿から授かった名刀鬼荒木を授ける。励めよ。よし、こたびの策を伝える。まずこたびの戦の狙いはこの川越城の救出だ。そのためには滝山城と神代寺城を落とさねばならん。その2つの城を同時に攻めるわけですな。その手もあるが効率が悪い。まず西武蔵に置き去りとなっておる山の内上杉三家豪族滝山城主大石も登記、再三にわたる呼びかけにも応じないゆえ、ここを一つ目の攻略地とする。そしてもう一つは神代寺城ではなくこの蕨城。ここには城主渋川義元や太田助政の隊が入っておるが、渋川はすでに調略済み。城攻めとなれば門を開け我らを城に引き入れる手はずとなっておる。滝山城と蕨城が落ちれば扇ヶ谷津上杉領は縦に伸びる形となる。前線を下げざるを得なくなろう。つまり扇ヶ谷津は神代寺城を捨て兵を南畑城に集中させる。あとは空いた城を我らが奪えばよいと。そうだ、助隆は江戸城に残り兵隊の支援と里見の動きを見張っておいてほしい。承知した。わしは江戸に残りまするが、せがれ影助は氏康様の友とさせていただけないだろうか。戦場の経験も積ませたいのじゃ。いいだろう。必ずや武功を挙げてみせまする。うむ、御陣に加わるがよいぞ。はは。よし、敗軍じゃが、まず蕨城攻めの大将は笠原信為だ。はは。副将を笠井城の遠山綱影とする。小太郎の誘導で城に入り太田助政を討ち取るのだ。かしこまりました。滝山城攻めの大将はすでに増方城で戦支度を終えておる大道寺盛政、そして元山の内家臣である三田綱秀諸脇茂を先鋒とし、南北から城に攻め込む。殿も江戸に残られると。いや、わしは手勢に線を引き御詰めとしてこの胸取り田に入る。ここであれば神代寺城の太田助明の動きを封じることができ、どちらの城攻めにも異変があればすぐに加勢することができよう。なるほど、家臣を信じる姿勢誠感服いたしまする。そう褒めるな。褒めて伸びる性格ではない。はは。はよし、出陣は5日後だ。どちらの大将が名刀鬼荒木を手にするか今から楽しみだぞ。氏康はいよいよ川越城の救出に本格的に動き出した。氏康の指示通りに動き出した北条軍は滝山城、そして蕨城に向け続々と陣を進める。最初に城を囲んだのは大道寺軍であった。北を玉川で守る小高い山に築かれた滝山城の南を5000の北条兵が取り囲み、逃げるには歴史覚悟で川に飛び込むしかないほどであった。大道寺様、お待ちしておりました。三田殿、当家に味方いただき感謝いたす。上杉にもはや昔の意向はございません。これからは北条でございましょう。何らためらいもございません。うむ、されど滝山城の大石は三田殿のような先見の明は持っておらぬか。あの頑固者を解き伏せるのは無理でございましょう。この滝山城は川上から船で下り、水の手から攻め込むが落としやすいです。されど守り手もそれを承知で水の手を守ってこよう。それゆえ大道寺様は城の南から総攻めを行う仕草を頼みまする。
敵兵が南に動いた時を見計らい北に攻め入りまする。北櫓から火の手が見えましたら車を落とした証し。その後おっきより突撃下され、良き策じゃ。大道寺様が名刀鬼荒木を授かるのも近いですぞ。あれは名刀でも何でもない、ただの錆びた刀ぞ。欲しいものなど綱重くらいであろう。まあされど厄除けにはなるかもな。ははでは参りましょうぞ。うむ、ご分を。やはり来たか。敵兵はどの程度じゃ。は、大道寺盛政を大将とする北条軍3000と、三田殿、諸殿率いる2000、合わせて5000。そうか、して城に入った者は。北条の名を聞いた途端、臆病風に吹かれる者が多く、城には老人、女子供含め700ほどかと。なんと、女、子供は、急ぎ北の絡めてから船を使い逃すのじゃ。されど、その船は殿の。元より、わしはここで散るつもりじゃ。逃げる船などなくてよい。それでは。もう、申すな。すぐに向かえ。ははは。よいか、北条の名を語る盗賊らは、一人たりとも入れさせてはならんぞ。まともに戦える兵は500ほどしかいないが、大石元興は徹底抗戦を選択した。そしてその日の夕刻、大道寺盛政が動いた。さあ、時が来たぞ。時の声を上げよう。ホラガイを鳴らせ。追うて、東で、西手に向かい、矢を放て。夕刻を狙ってきたか。炊事はやめ、北条の門攻めに備えろ。大道寺は追うてから来たか。立つでにさっきのルカルと侮り打って、しぶりたな者は、見張り以外は南へ向かえ。そして、やや石を矢というほどありそう。多くの松明が南に向かいました。おそらく南を固めに向かったかと。うむ、船はどれほど用意できた。私船が10艘ほど。乗れる数は100ほどか。よし、町の友回り中の見てよい。船で三つの手に向かうぞ。ついてないで。は、主兵が南に動いたことを確認した三田綱秀は、月明かりの中を船で下り、無事城北西の水の手口で上陸した。主兵はわずかだ。一気に本車まで駆け上るぞ。かかれ。三田綱秀の計画は成功した。数名の門番を倒すと、100名の精鋭隊が本丸めがけ一気に突き進んだ。元沖様、北です。水の手門が突破され、三田の隊と思われし敵兵がここへ迫っておりまする。三田綱秀か、あやつならその手を用いてこようが。いかがしまする。三田はどの城のことをよく知っているで、ここまでの量じゃな。わしはここで腹を切る。殿、お待ちくだされ。そなた何故戻ってきた。殿を助けに戻りました。まもなく本丸に敵兵がやってくる。そなた一人が戻ったところでわしは助からぬ。逃げるのです。絡め手はまだ敵に奪われておりません。今なら扇ヶ谷を頼り小泉まで落ちることも。そんなことをしては父上、そして先世代々この地を守ってきた方々に顔向けできぬ。関東関連上杉乗政様からの命と聞いてもですか。の乗政様からじゃと。はい、諸谷三田が兵を引き南へ向かったことを知った乗政様が、城を枕に討ち死にだけは絶対に許さぬと。北条に囲まれたら城を捨て八方城まで逃げよと仰せです。な、涙が止まらぬ。泣いてる場合ではありません。急ぎ船へ。ああ、城兵が身の降伏するのじゃ。わしが逃げたと伝えれば敵も無駄に切っても来ないであろう。わしは再びこの地に戻ってくる。それまでどうか生きていてくれ。無念です。こうして大石元興は北の絡め手から城を脱出し、船で玉川を渡り北へ落ちていった。主を失った城兵は城を開城し、大道寺盛政が滝山城を占拠した。時を同じくして武蔵蕨城でも笠原信為隊、大山綱影隊による夜襲が始まっていた。渋川殿、北条兵が西車に攻め入り車が落ちたと聞いたぞ。急ぎ防衛に向かいましょうぞ。向かっても防ぎきれませんぞ。なぜじゃ。まずは堀の橋を壊し敵を食い止めれば時は稼げる。すでに我が隊が北条を招き入れておりますからな。そして、助政殿、そなたはここまでじゃ。北条に寝返ったか。者とも、太田助政を捕らえろ。はは、くそ、ここで死んでたまるか。うぐい、うぐい。逃してはならん。助政を追え、引っ捕らえるのじゃ。せい、うぐい。敵兵は散っていったか。この分だと、太田助政は取り逃がしたか。おそらく、か、笠原様、渋川殿か。太田助政、申し訳ござらん。あと一歩のところで逃げられてしまいました。馬でか、さようかと。この夜道を追いかけても見つかりはしないであろう。信為殿、見てくだされ。太田助政の首を上げてまいった。おお、でかした。この首は助政ではござらん。身代わりのものかと。なんだよ、偽物がいるなんて、聞いてねえよ。
助政は撃てなかったが、城を奪うなこたびの戦、焼け落ちることなく奪えただけでも殿は喜んでくれようぞ。それがしはこの城に残れましょうや。知行はそのままに城代として残してもらえるよう殿には申し上げておくで。安心せよ。お頼みいたします。こうして北条氏康の描いた通り、どちらの城攻めも成功し、川越城への街道を確保した。一方、蕨城から逃げた太田助政は、難波田正直のいる難波田城に何とかたどり着いた。助政、傷だらけではないか。渋川義元の裏切りにより、北条軍が蕨城になだれ込み、何とか落ち延びてきた次第。誠無念。あの渋川だか。下級の知らせ。申してみよう。は、武蔵滝山城に北条に鞍替えした三田屋諸隊、そして北条の豪将大道寺森政隊が攻め込み、数日で城は陥落。上将大石元興殿は城を捨て北に落ちたとのこと。し、北条氏綱め、そう動いてきたか。それがどうも北条氏綱は当主の座を嫡男氏康に譲り、氏綱は小田原で隠居しているとのこと。なんと確かな話なのか。相模に潜む患者からの話ゆえ間違いないかと。氏康はどこにおる。それがこの神代寺城からすぐ北東の群取出に入っているとのこと。神代寺城、助明が次の狙いか。難波田様、拙者を兄の援軍に向かわせてくだされ。この絵図を見てみよう。北条は武蔵の東西からほぼ同時に攻め込んできた。滝山城が落ちたことで北条はこの川越城までの輸送路を確保したということ。そして蕨城を失ったことで当家の支配領は細長く伸びた状況となっておる。ただでさえ北条方に寝返る国衆が増えておるのだ。兵を分散しては北条軍にかっこ撃破されてしまいじゃ。では兄を見捨てると。見捨てはせぬ。されど神代寺城は捨てねばならん。それでは当家の領土をさらに減らすことに。必ずや北条にも隙ができる。されどお弓久保様を撃ったばかりの勢いのある北条だ。今は耐える時ぞ。火災城、そして蕨城とそれがしは北条から逃げっぱなしなのです。これ以上奴らから逃げたくはござらん。気持ちはわかるぞ助政。されど見てみよ。北条氏康はあえて神代寺城を攻めずに残した。その当主氏康は自ら群取出に入り城攻めの体制を整えておる。これは我らに神代寺城へ援軍を出させるがための計りごと。援軍を出せば四方から攻め込まれ、我らは袋のネズミというわけだ。氏綱ではなく氏康なら勝機もありましょう。当主になって生きがっておる氏康を撃つ絶好の好機でもありましょう。氏康をなめてはならん。小沢ヶ原で当家が大敗したのは氏康の計りごとにはまったからだ。そして川越城をあっさりと奪ったのも氏康。さらにはお弓久保様を陥れ矢切台で決戦に持ち込んだも氏康と聞く。次奴の罠にはまっては当家が生き残る道は閉ざされてしまうのだ。では神代寺城を捨ていかに北条に抗うと。うむ、まずは試算した家臣らを参集させねばなるまい。助政は神代寺城から引き上げてくる助明隊とともに太田の居城岩槻城に入り、行き場を失った旧臣らを取り込んでくれ。わしはこの難波田城に残り山の内上杉との関係修復に取り掛かる。いや、山の内上杉と和睦するので。そうじゃ、関東管領の座をめぐり山の内上杉と争っていたのは25年も前の話。されどそれが北条の関東進出を許した動因なのじゃ。父助頼は山の内とは水と油だと申しておりました。和議に応じることなどなかろうかと。すでに三田屋諸など山の内上杉三角二州が北条の調略を受け寝返っておる。山の内の重臣らも北条を警戒し始めておるはずじゃ。されど上田様が何と申されるか。ああ、まずは松山城に入り友直殿を説得し、上杉友貞様の合意のもと山の内上杉に申し入れるつもりじゃ。それならば助政はすぐにも神代寺城の助明に早馬を出し岩槻城まで引き上げさせるのじゃ。城の武具兵糧はすべて運び出し城に火を放つことも忘れるな。心得ました。難波田正直の指示で太田助明は神代寺城に火を放つと北に撤退した。それを知った北条氏康は神代寺城に入ると城を破却、そのまま16キロほど北の観音寺砦を難なく落とし江戸城に戻った。こうして扇谷上杉の主な城は松山城、岩槻城、難波田城の3城にまで縮小となり、山の内上杉との連合策以外に北条に抗う道はなくなっていた。その山の内上杉家居城八幡城に滝山城を奪われた大石元興が何とか落ち延びてきた。大石殿、聞いておるぞ。大変であったな。武士として情けない限り殿の御前にて腹を切らせてくだされ。元興、それはならぬと。殿、何とぞ切腹をお命じくだされ。ならぬと申しておる。世を裏切る者が多々おる中、そなたのような忠義者までも失ってはますます伊勢の奴らをつけ上がらせるのじゃ。伊勢とは。氏綱はいかがわしい手で北条の姓を得たと聞いた。
武士の風上にも置けぬ奴らは旧姓で呼べばよい。されど見ている者が混乱するかと。誰が見ていると。いやそんな気がしただけに。とにかく元沖の切腹は許さぬ。小渕家のいずれかの地を与えるゆえ、そこから再起を図るのじゃ。は殿、滋賀の小さ方軍の豪族雲の宗綱殿から書状が届きました。うむ、見せよ。字が汚すぎて読めん。おばた、読んでくれ。はふむふむ。なんと書かれておる。読めませぬ。読めんのかい。信濃の田舎者は文字がまともに書けんの。剣の修行で各地を見ておる。信綱なら読めるやもしれん。信綱を読んでまいれ。はは。頼政様、剣の稽古にはまだ早いですが。稽古ではない。この雲野からの書状を読んでほしいのじゃ。ははふむふむ。どうじゃ、読めるか。簡単に申しますと、葛尾城の村上義清が小さ方軍雲野省へ侵攻してきたため、根津元直や真田幸孝が応戦するも劣勢とのこと。雲野省を守り抜くためにも関東管領上杉憲政様の援軍を求めたいと。お、よう頼ってきておるのか。憲政様、それがしに出陣の命を。頼まれてくれるか。殿、なりません。なぜじゃ。お湯に御所が破却された今、御学坊と結んでおる北条の勢いをそぐが先にございますぞ。よう頼ってきた雲野はどうするのじゃ。ひとまず村上義清宛てに、これ以上小さな矢策に進行するようなら関東管領軍がその阻止に向かうとした友の主因状を送りましょう。効果あるのか。少なくとも当家の援軍を警戒しますゆえ時は稼げましょう。そうか、ならばそうせよ。は急ぎの知らせ。近安、どうした。扇ヶ谷津上杉からの和議申し入れがありました。これがその文書となります。よ、書状が届く日だな。関東管領上杉憲政殿。また汚い字じゃの。まこと、扇ヶ谷津上杉の当主なのか。まだ14にございますゆえ。世の名をまともに書けんのなら、雄筆に任せればよかろうに。まあ、必死さが伝わるではございませんか。そこは、多めに見ていただき、続きを。ああ。これまでのことは、水に流すとする。両上杉一丸となって、共通の敵、北条に当たるべし。以上、じゃない。なんだこの、上から目線の書状は。怒る気持ちはごもっともです。されど、代替わりしたばかりの北条です。代替わりじゃと。はい。お弓久保様を撃った決戦を最後に、宇治綱から宇治康へ家督を譲ったとのこと。あの宇治綱は小田原城に戻り隠居していると聞きます。ここは扇ヶ谷津と手を組み武蔵を奪い返しましょうぞ。扇ヶ谷津と結ぶは時期尚早であろう。今も扇ヶ谷津を恨む土豪らは酔うておる。成田殿は御師匠に北条が迫ってきているから危険を感じそう申しておろうが、あの宇治康は奇策を用いることで有名。下手に南武蔵へ派兵すれば、いつこの八方城が襲われるかわからん。当家と扇ヶ谷津が和睦したと北条に伝えることで奴らの足を止めることになるのですぞ。来年には鶴岡八幡宮の本殿が完成すると聞く。楽慶の行事が多々あるゆえ、宇治綱も宇治康も戦ばかりしておられんはずじゃ。それに今年はやてに雨が多い。長雨が続けば武蔵や相模のあちこちで川が氾濫しよう。そうなれば戦どころではなくなる。おばたの申す通りじゃ。道家は扇ヶ谷津とは僕はせぬ。これは世の命ぞ。以上じゃ。山内上杉憲政は扇ヶ谷津上杉からの和睦要請を断った。北条がじわじわと武蔵を侵食していることは分かっていても、一枚岩となって北条と当たるまでの決断には至らなかった。それを知ってか知らずか、再び北条による城攻めが始まった。天文8年1539年10月、この年は全国的に度重なる嵐や大雨に見舞われ、荒川や多摩川は各地で氾濫、民家は流され、田畑は浸水、江戸湾近辺の江戸城や葛西城も外車が堀と化すほどのひどい状況であった。俗に言う天文の飢饉の要因である。この状況を好機と捉えたのは川越城主北条綱重であった。綱重殿、なりませんぞ。いや、俺は行く。宇治康様の命なく動いては仮に城を落とせたとしてもお咎めを受けまするぞ。構わぬ、俺は許せんのだ。何が。名刀鬼荒木を褒美に出す戦に何故俺を参陣させなかったのかだ。それですか。それとは何だ。名刀鬼荒木は伊勢尊随公から彦爺に最初に褒美として与えられた刀。その刀で彦爺は多くの戦を連戦連勝、取った兜首は数え切れず、鬼荒木の異名はまさにその刀で得られたと言っても過言ではない。名刀鬼荒木は為権兵衛殿から親父様に渡り、その後宇治康と受け継がれてきたのだ。そもそも手放すこと自体許せんのだが、誰よりも欲している俺をのけ者にしたことが一番許せん。それゆえ難波田城を攻めると。そうだ、俺が一日で城を奪い、その功で名刀鬼荒木をいただく。すでに大王子様の手にあるかと。またももうリマーサーか。
南波玉佐直の首を手柄にすれば氏康も認めようぞ。ならば蕨町に使者を送り、渋川殿にも出陣をいただき。いらぬ、俺だけの手柄でなければならん。せめて小太郎に城を探らせ。荒川の反乱で南波城は水浸しだ。城を落とすはこの木しかない。森秀は留守居でもしておれ。者ども俺について来い。だからノーキーと呼ばれるのですぞ。ま、待ちなされ。北条綱重は川の氾濫で南波城が機能しないことを好機と捉え、武功欲しさに勝手に出陣した。敵が弱っている時を狙い攻めるは戦の常套手段でもあったが、綱重が誤ったのは川越城も同様に天災の影響を受けていることを想定していなかったことだった。家臣らも入間川や荒川の氾濫で家を失い、戦どころではなく綱重に従った者は馬回り衆や川越城に入っていた兵1000ほどであった。雨が降る中、南東に進軍した綱重隊は宣戦布告なく城の力攻めを開始した。1000ほどか。まあ精鋭ばかりだ、いけるっしょ。次期8番川越城主北条綱重、これより南波玉佐奈を討ち南波田城をせしめる。者ども覚悟は良いな。行くぞ、次期8番に続け。北条綱重による南波田城攻めが始まった。不意打ちを食らった城兵は急ぎ門を閉ざすも、一部の門が北条隊により破壊され、次々に車へ流れ込んだ。北条が奇襲を仕掛けてきました。なんじゃと。数は全く分かりませんが、西門を攻める隊は北条綱重が敵将とのこと。ここで綱重を使ってくるのか。洪水で民も皆苦しんでおる時を狙うとは、氏康は鬼なのか。敵将側の猛将綱重です。城はさほど持ちません。殿は東から急ぎお逃げくだされ。致し方ないか。内股様、援軍に参りました。援軍だと呼んでおらんが。主、大田助焼の隊2000です。まだ岩槻城に下がっておらんかったのか。はい、神大寺城からの撤退時に北条軍が観音寺砦や白子砦を奪ってきたため、追い打ちを警戒しこの柏砦に入り、北条が引くのを待っておりましたが、長雨の影響で荒川の水かさが増し、船は流され川を渡るに渡れない状況になっておりました。そんな時、石膏から川越城の北条綱重が武装した兵1000を引き南波田城へ向かったと知りました。主、助明は奇襲であると判断し急ぎ出陣。まもなく城に到着される頃かと。助明、でかした。よし、これで城は落ちん。皆の者、本丸は死守せよ。持ち場につき徹底抗戦じゃ。異変を知って駆けつけた太田助明隊はおよそ2000。その兵が北条軍の後方に襲いかかった。次期八幡、噂の北条綱重だが敵は千そこら。城にしかめがない奴らの後方から槍をぶっ刺しに行くぞ。かかれ。まずい、敵の援軍が後方から攻めてきた。綱重殿、強撃を食らう前に撤退ですぞ。すでに追う手門は突破しておる。本丸が落ちるのも時間の問題だ。そうだ、先ほど小太郎がこれを持ってきた。小太郎がだと。綱重、てめえわしの指示なく勝手に南波田城攻めを画策しているそうだな。もし城攻めをしたなら、結果城が落ちようが落ちなかろうが綱重の川越城主の任を解く。今は武蔵や相模の各地で水害が多発しておる。そなたも川越の領主であるなら、川越の領民が一人でも多く助かることを考えるんだ。分かったな。やべえ、今戻れば被害も軽微で済みまする。無論それがしはこのことを氏康様へ伝えることはしないゆえ、急ぎ撤退の命よ。分かった、全軍撤退だ。川越城に撤退せよ。もう撤退していくのか。助明の隊の存在を知らずに攻めてきたのであろう。北条綱重とやら本来の獅子武者だな。南畑様、お無事で。助明、よう駆けつけてくれた。そなたが来なければ当家の城がまた一つ失われるところじゃった。はは、ところで山の内との和睦の件は何か動きましたでしょうや。はは、は見事に断られたぞ。まことですか。友貞様に書状を託したは間違いであったかの。まあ懲りずに何度も訴えてまいるぞ。それでこそ南畑様、あの北条綱重隊を撤退させたは大きい。武蔵十に言い暮らすぞ。助明、そなたも手伝うのじゃ。はは、北条綱重の南畑城奇襲攻めは太田助明の援軍が駆けつけたために失敗に終わった。川越城に戻った綱重は即座に観光令を敷くも、南畑正直、太田助明による戦果報告文書が武蔵十にばらまかれ、その文書は翌月には江戸城にも届けられた。なんとか北車への出陣は終えましたが、矢倉や蔵が一部流され兵糧米を失うことに。そうか、流された米は仕方ない。まずは出陣ご苦労であった。火災場の兵糧は大丈夫なのか。それがこちらも三の車の蔵が流され、およそ半分の兵糧米が海に消えてしまいました。飽きない米の値は5倍にもなり、城兵らを食わすことがいつまでできるか。そうか、江戸の農民らが言うには収穫できた米や泡は例年の10分の1ほどだと。
来年には間違いなく大飢饉が襲ってこよう。疫病が蔓延する恐れもある。質素倹約に努めよ。はう、う、う、宇治安様。どうした、義政にしては珍しくうろたえておるではないか。と、これを。武蔵の忠臣どもよ、直八幡などと仏の名を語る悪党北条綱重が突如南畑城に攻め込んできた。夏より降り続く雨や嵐で領民皆苦しむ中、己の欲のためだけに攻めてきたのだ。こんな奴は邪気じゃ、邪気八幡じゃ。無論そんなもののけに動じる扇が奴ではない。ものの数刻のうちに悪霊退散させてやったわ、ははは。北条氏康曰く、民のための祭りごとが北条の家訓だとさ。北条も落ちたもんだな。いっそ伊勢勢に戻したらどうじゃ。そう思うであろう、ははは。ち、綱重のバカが。殿、これは南畑正直の計りごとでは。いや、綱重が南畑城攻めを目論む話は松田盛秀から聞いておった。おそらく盛秀では綱重を止められなかったのだろう。殿の命なく進行したのなら重罪となりますが。ああ、川越城主の任を解く代わりに大道寺盛政を入れる。まずは川越城に真意を確かめてからでも。綱重の南畑城攻めは真実だ。当家の被害は80ほどだ。そうな。綱重殿は一門衆です。殿から沙汰したのでは。ああ、ご隠居様にでも頼むとする。それがよろしいかと存じます。良いか者ども、今は戦などしている場合ではない。来年やってくる飢饉に備え、食料の蓄え、井戸の確保、農地の整備を最優先に頼むぞ。困っている領民がいたら助けてやるのだ。それがいずれ当家の肥やしとなろうぞ。来年には鶴岡八幡宮本殿遷宮の儀式が控えておる。それを終えるまではこちらからの戦はせぬこととする。おのおの領土のことに集中せよ。よいな。翌年にも起こるであろう大飢饉、そして鶴岡八幡宮本殿遷宮の儀式を前に、北条氏康は北武蔵信仰を一旦やめ、内政に専念するよう全領土に指示した。年が変わった天文9年、1540年春、上総や武蔵に潜伏する里見の患者によって北条の動きが阿波に届けられた。よう知らせてくれた。これは褒美じゃ。ありがたき幸せ。引き続き北条の動きを調べ、わしに知らせよ。はは。いよいよにございますな。ああ、狙うは鶴岡八幡宮で儀式が行われる時ぞ。そなたの弟時忠の戦支度は夏の間に終わらせておけよ。は、指示しておきまする。国王丸君の元服はいかがいたしまする。国王丸にお弓久保と名乗らせるのはまだ早い。こたびはあくまで真理厚武田家嫡流の信政による当主奪還を大義名分とし、当家はそれに加担し動くこととする。信政殿には何と伝えておるのです。まだ伝えておらん。信政にも北条の動きが入っておる頃ゆえ、間もなくここへやってこよう。義高殿、聞きましたか。北条は鶴岡八幡宮の遷宮が終わるまでは兵を動かさないとのこと。儀式には憎き信孝も参列すると聞く。攻めるならまさにこの時。わしも今聞いたところじゃ。まさに好機であるぞ。信政殿が当主に返り咲く日も近いですな。国王丸君を旗頭にするなら一刻も早く元服を済まさねば。そう慌てぬでもよかろう。まずは信政殿が真理厚当主につき、勝佐の地盤を固めてから国王丸君を元服させ、久保軍として千葉領に侵攻。そうであるな。まずはそれがしが当主の座につかねば国王丸君をお支えできぬな。であろう。侵攻の策はすでに練り上げておる。狙うはこの真理厚城。ここには信孝の長子武田信政が入っておる。そして信孝はこの志津城、信孝の重臣友信は小滝城じゃ。おそらく10月下旬には信孝が鶴岡八幡宮参列のため志津城を立つ。その知らせを受け我らは出陣となるぞ。まず別動隊の正木隊が友信配下の四城天津城と勝浦城を落とす。そして当家に内通しておる万儀城の時頼忠とともに友信の小滝城を攻める。友信を東勝佐に釘付けとしたら、我ら本隊、そして峰上城、佐伯城の武田信明、慶喜隊とともに敵の四城、大戸城、久留里城を落とす。そして本命の真理厚城じゃ。北条や千原は鶴岡八幡宮ごとですぐには動けぬ。それに相模、武蔵、下総では大飢饉が領民を襲っているとも聞く。勝佐に入ってくるは早くても年明けとなろう。その間に我らは信孝との決戦に備えるのじゃ。ついに信孝と決戦か。楽しみで仕方ない。うむ、出陣は秋となる。その旨信明殿にもしかとお伝えくだされよ。承知した。喜んで帰っていきましたな。ああ、喜ばせておかねばな。我らは真理厚内の争いに介入し、上総領をじわじわともらっていくぞ。されど信政殿もいずれ気づく時が来るかと。当家が後ろ盾とならねば当主に戻ることはできぬ。それまではわしの言うことを黙って聞いておろう。生けず殺さずで使わねばな。はは。マリアツ、武田の馬さを利用した里見義高の上総侵攻策は
北条を筆頭に関東中が鶴岡八幡宮の法要に目を向けている時を狙うというものであった。そして半年が過ぎた11月の1日、相模の国鎌倉の鶴岡八幡宮では盛大な落慶法要が執り行われた。儀式には関白近衛種家ら苦行衆や小学坊足利春氏を筆頭とする坂東武者が数千と参列し、鎌倉時代を彷彿するかのような賑わいであった。呪語意無下左京の大部北条氏綱、そなたを関東管領に赴任することをここに認める。母、この氏綱命ある限り一位先進公方様のため関東管領のお役を成就いたしまする。うま、励むがよい。は、氏綱殿、関東管領就任誠めでたいぞよ。しかしあの嵐に大本殿は耐えたのを八幡大菩薩様のおかげにございましょう。またも里見に燃やされぬよう気をつけなされよ。ほほほ。兄上、ここまで長くかかりましたな。そうじゃな、ゲホゲホ。兄上、いかがなされました。案ずるでない、儀式が無事終えたゆえ少し気が抜けただけじゃ。念のため薬師を呼んでおきましょう。ああ、頼む。父上、法事は大方終えましたゆえこれより宴の席に向かいましょうぞ。そうだな。氏康、松井、マリアツ、武田信政や里見が勝田進行を始めたぞ。やはりここで動いてきたか。小太郎はすぐにもスカミナトにおる富永正直に出港の支度に入るよう伝えよ。よい。氏康、信政が勝佐を狙い動いてきたのだな。そうであるかと。里見義高を後ろ盾に勝佐奪還を狙ってくるは想定しておりました。そして鶴岡八幡宮に将が集まる手薄な時を狙うことも。それゆえスカミナトに江戸水軍を入れていたわけか。はい。敵は水陸を使い攻めてこよう。里見はお弓との決戦に参陣せず兵を温存させてもおる。気を抜くでないぞ。はは、義政、すぐにも武田信孝殿、そして諸将を玉縄城に集めよ。はは。天文9年1540年11月、上総国主の奪還に燃えるマリアツ武田信政、そして上総領の侵食を目論む里見義高は三方位から同時に上総侵攻を開始した。最初の戦場となった場、正木時重の弟時忠が向かった天津城であった。ここは武田友信の主城じゃが、友信は小滝城、そして城代は鎌倉におるゆえたやすく落ちよう。正木隊の強さ教えてやるのだ。攻め込め。正木時忠率いる約1000艘の関船が天津の岸に突如現れると天津城に一気に攻め入った。油断していた天津城兵は敵襲を知り急ぎ城に入るも、続々と攻め込んでくる正木の精鋭を防ぎきれず、城兵は皆降伏、城は解消となった。この通り降伏いたしまする。歯向かいませぬゆえ城兵皆お助けくだされ。それはそなたの行い次第だな。何をすればお許しいただけまするか。次は勝浦城を攻める。城までの道案内、そして勝浦城の首相に里見に降伏するよう説得せよ。使者になれと。ああ、それが城兵を助ける条件だ。わかりました。正木時忠は天津城に守兵100ほどを残し、船で東に14キロ先の勝浦城に向かった。そして天津城と同様、城代が不在の勝浦城もまた二鉄海城を選択し、たった数日で里見軍は上総東南部を支配下に置いた。そして時忠は勝浦城の城兵を先鋒とさせ、武田友信がこもる小田木城に兵を動かした。その小田木城には里見方として挙兵した万木城の時頼忠の隊も向かっていた。各地の戦況は続々と小田木城の武田友信に届けられた。勝浦城も里見家臣正木時忠の隊に奪われましてございます。くそ、里見め、北条が動けぬこの時を狙ってきたか。と、殿、万木城の時頼貞殿が里見方として挙兵しここへ向かっておりまする。その数に千はいるかと。時は調略されておったか。いかがしまする。そなたはすぐにも土家城に向かい、酒井貞治殿に援軍の要請をしてまいる。はは、すぐにも出立いたしまする。頼んだぞ。一方その頃、里見義高率いる里見本隊3000は長佐軍から北に向かい、上総に入ると大戸城に向かった。同様に峰上城からは武田の馬佐隊、讃岐城からは信政の叔父武田信明とその嫡子義信が出陣し、大戸城に向かっていた。そして両軍は城から南の阿弥陀寺で合流した。さあ信政殿、そなたが誠のマリアツ当主であることを見せる時が来ましたぞ。うむ、当家が南と西から里見軍は東から攻め込むでよろしいですな。それでよいかと。城兵はこちらの進軍を知り千ほどでこもっておるが、御詰めが向かっておる知らせは入っていない。されどいずれ千葉や北条の援軍が向かってくる。この城に時をかけてはおれんぞ。さようじゃな。皆の者、勝佐を我らの手に戻すぞ。そう攻めじゃ。勝佐中国でもいよいよ戦が始まった。東からは里見隊、南と西からは武田の政隊が一斉に攻めかかり、守る城兵も必死に応戦した。
しかし数で押す攻め手が次々に門を破壊し車へ乱入。矢倉や蔵に火を放つと城兵は城を捨て北の久留里城に撤退し、2日で王都城は落ちた。信政様、本狂わの屋敷から多くの兵糧が見つかりましたぞ。これは助かりますな。うむうむ、北条が来たら蒸気船にもなろう。この兵糧は我らを助けてくれようぞ。いかにもですな。信政殿、ここで満足してはなりませんぞ。次は久留里城、そこに武田信孝の嫡男信政が向かっているとも聞く。ここの残党は我ら里見で処理しておくゆえ、信明殿と急ぎ久留里城へ向かいなされ。そうですな。では残党の討伐を頼みまする。吉信、すぐにも久留里城の方位に向かうぞ。はは、父にも伝えてまいりまする。よいか、ここの兵糧はすべて阿波に運んでしまえ。されど長期戦に備える米であるかと。よい、今は収穫を終えたばかりじゃ。道中にある百姓の蔵を襲えばいくらでも米は手に入る。そんなことをしては殿の名が汚れまする。百姓には信政の指示だと言えばよいだけ。あくまで総大将は武田信政、我らは連軍として参っているだけぞ。それではあまりに。いいから命じた通りにせよ。はは。一方その頃、援軍として先に上総へ向かっていた富永正直、直勝親子は率いる北条水軍が富津の岬が見える地まで進んでいた。そこで待ち受けていたのが里見の重臣正木時重率いる里見水軍であった。来たぞ、北条の船だ。あの旗は富永隊か。相手にとって不足はない。阿波の海賊魂見せてやるぞ。海隊構えよ。放て。親父、里見家臣正木時重の水軍が矢を放ってきております。やはり現れたな。死者をよこさず矢を撃ってきたということは、すでに上総で戦が始まっているということだ。かなりの数の関船です。ここは一旦引き隊列を整えましょうぞ。いや、正木の願いは当家の援軍を暴走に入れさせないことじゃ。ここで我らが引いては氏康様が危うくなる。もしやあの海賊船に突っ込むとでも。ああそうじゃ、何としても奴らの北に回り込まねばならん。それでは多くの船が沈みまするぞ。覚悟に言うじゃ。みんな聞くのだ。これより正木船団に突撃する。敵と戦う必要はない。今漕ぎ手となり戦速力で突破するぞ。富永正直は横浜港から木更津港に向かう北条氏康本体を無事上陸させるためには、正木船団の北側に立ち食い止める必要があると考え、命を懸けた突撃を決行した。バカな、まっすぐ突っ込んでくるか。今緩みでないぞ。あれは威嚇であろう。どうせ手前で二進舵を切るはずじゃ。同時綱を放ち続けよう。正木の思惑とは裏腹に、北条水軍は里見水軍に突っ込んだ。よし、その調子じゃ。敵船の間を全速力で駆け抜けよう。親父。わしは、ここまでの容赦な。なおかつ、後を託すぞ。よいか。で、敵の北に布陣し、氏康様の勝つ再利を果たすのじゃぞ。親父、ここで死ぬな、親父。頼んだぞ。うぐ。くそ、者ども、敵船を突破するまで、死ぬ気で漕ぎ続けよう。衝突し、沈没する船が続出する中、なんとか富永直勝は、里見の水軍を突破し、木更津港手前までたどり着くと、向きを反転し、追いかけてきた里見水軍に退陣した。これが狙いであったか。北条の援軍は木更津港にやってくるってわけだな。その前に木更津港を占領するぞ。弓隊構えよ。時重様、それが。どうした。矢切れにございます。しまった。こうして北条水軍と里見水軍が対峙する中、北条氏康は総大将に笠原信為隊、大山綱影隊、太田景助隊、そして武田信孝が続々と上総に上陸し、大道寺重興を集める有吉城に入った。殿、お待ちしておりました。うむ、武田信政殿は真奴城か。それが、武田信政や信明隊、そして里見義隆の主力が大都城を落とし、この久留里城へ向かってきているため、信政殿は真奴城を出て久留里城に入り牢城で抗うと。信政、すぐにも父が助けに向かうぞ。待っておれ。早まってはなりませんぞ。平坦の水揚げにはあと数日はかかる。それに敵がどこにどれだけの数でおるかを把握せねば策も立てられぬ。ではせがれを見殺しにしろとでも。信政殿には負けたふりをして真奴城へ撤退してもらう。久留里城を捨てろと。ああ、今から久留里城に向かっても兵站も整っていない我らが里見隊とまともに戦うことはできぬ。ならば今のうちに久留里城の兵糧を真奴城に移し、その後火を放ち城を捨て真奴城に落ちる。敵は無傷で真奴城までやってくることになるのだ。それで勝算はあるのか。敵の動きにもよろうが、真奴城は上総で最も攻め落としにくい城。当家の隊が上総に入ったことは敵の耳にも入ろうで、強引に城攻めはせぬはず。そして時が過ぎ、やがて冬となる。それを機に和睦となるか決戦となるか。決戦で信政の首を取る。
ついでに里見義高も撃てれば大成功じゃ。氏康様ならそれも可能かと。まずは当家の忍びに状況を探らせますゆえ、信孝殿は信政殿に久留里城の件を実行するよう指示を。そして信孝殿は先にマリアツ城に入り着し、信政殿を守ってくだされ。承知したぞ氏康。もう調べてきたのか。違う、富永正直が正木の水軍との交戦で矢を浴び亡くなったとのことだ。そうか、祖父より仕えてきた者がまたもこの世を去ったか。敵水軍は矢が切れたと思われる。攻めれば壊滅させられるだろう。父を亡くしたばかりの富永直勝だ。名声を欠いた状態で憎き正木攻めを命じれば直勝も命を落とす恐れがある。それはできん。それより小太郎、すぐにも勝佐の情勢を調べてきてくれ。よいだ。その頃東勝佐の小田木城では、正木時忠隊、時頼貞隊の計3000が城を囲み、武田友信へ降伏勧告を続けていた。重臣らの説得に時がかかっておる。今少し待ってもらえるか。またもその返答でござるか。もう5日は経っておる。あと1日は頼む。ならば明日まで待つとする。それが最後であるぞ。ああ確かに。そうか、どうせ友信は久留里城の情勢を見極めるための時間稼ぎがしたいのであろう。時殿、北条軍が勝佐に入ったとのこと。北か北条氏綱。いや、総大将が氏康とのこと。ほう、ならば玄庵と申す策士もおらんのか。共に鎌倉を離れることができないのでしょう。それに北条の当主は氏康に引き継がれたとも聞きます。何、氏康が北条の当主じゃと。氏綱は隠居様と呼ばれていると患者の知らせを得ております。確かでありましょう。ははは、当主自ら勝佐の地に飛び込んできたわけか。飛んで火にいる秋の虫ってやつか。正しくは夏の虫ですが、今は秋ゆえよしとしましょう。急ぎの知らせ。なんじゃ。は、北より酒井貞治の軍勢がこちらに向かっております。その数およそ2000。現在長勢軍の峠を越えており、明日には小田木城の北に現れるかと。友信の狙いはこれか。援軍が入る前に城を急ぎ落とさねば。明日まで待つと訳しておるのじゃ。そんな口約束など守らぬでもよいかと。ならぬ、そんなことをして戦に勝ったとて卑怯者と罵られるだけじゃ。名門時家の名を廃らせることは断じてできぬ。小田木城には1200、こちらは4000。今なら何とか落とすこともできようが、されど敵援軍が加われば城は10中8区落とせないのじゃ。明日には境隊がやってくるのだ。城攻めを始めたとてそれまでに落とせる確証はない。それよりも境隊を先に叩き、その後に城じゃ。野戦をと。ああ、数ではこちらが上、地の利もこちらにある。野戦となってはこちらもそれなりに犠牲を伴う。城攻めに要する兵が不足するぞ。援軍頼みの友信が境隊を壊滅させてしまえば下る道しか残っておらん。それにその頃にはマリアツ城すら落ちてるかもしれぬでな。まあ今はその手しかなさそうか。指揮は時殿に任せますぞ。ああ任せておけ。よし、500を小田木城の囲みに残し、本隊は北のお泥に向かうぞ。第一次河野大合戦では追い見久保派として武田信政と共に戦った酒井貞治であったが、今度は信政と敵対する側として南に進軍していた。その酒井が敵と遭遇したのは小田木城まであと3キロにまで迫ったお泥と呼ばれる地であった。夜のうちにお泥に移動していた時頼貞隊と正木時忠隊は山に伏兵を忍ばせ、山道を進む酒井隊に突如襲撃した。どうした、騒がしいようだが。父上、まずいです。前方と後方で敵襲です。野伏せか、それとも待ち伏せか。ともかくこの山道ではこちらは不利じゃ。急ぎ山を下るぞ。森からの敵襲に慌てて下山した酒井隊を待っていたのは、婦人を済ませていた時隊と正木隊であった。あれは酒井貞治の馬印。よし、狙うは酒井貞治の首ただ一つ。全軍進め。父上、あれは時義貞殿の旗、そして正木の旗も見えますぞ。こちらに攻め込んでくるのでは。より定め、里見に下っておったということか。後続が山を下りきるまで何としても耐えるぞ。日が昇って間もない頃、両軍は激突した。いくつもの峠越えで疲れている酒井隊に隊列を組んで攻めかかる沖隊、正木隊を防ぐのは無理だ。うぐい、クソ、切っても切っても敵が湧いてくるの。うぐい、見つけたぞ。その顔は河野外で見かけた酒井貞治殿ですが。そなたは確か正木時重の弟か。ああ、正木時重が弟、正木時忠じゃ。その首、拙者が頂戴する。ははは、逆じゃ。そなたの首をわしが狙い受け。すぐ、さ、とけ酒井の当主、酒井貞治が首、正木時忠がいただいたぞ。何、父上が撃たれたじゃと。残念ながら、この目で見ました。胴体は混乱状況です。
総崩れを起こす前に撤退の命を。誰が父をやったのだ。まずは撤退の命を先に。誰だと聞いておる。まさきときただにございます。まさきときしげの弟ときただか。わしはこの恨み一生忘れぬぞ。者とも退却する。とてまで生きて戻るのじゃ。ときただ殿、ようやりましたな。これで酒井の力は弱まるであろう。上総の制圧も見えてきた。さあ武田友信の亡き綱でも拝みに参るかのう。ですな、者ども小滝城の方位に戻るぞ。援軍として時計城から向かっていた酒井貞治が討ち死にしたことで酒井隊は逃げるように北へ撤退。正木時忠と時頼貞は小滝城の武田信友を降伏させるべく再び南へ軍を向けた。その頃古里城を焼き捨て丸八城に撤退した武田信政のもとに当主信孝が合流していた。信政、無事で何よりぞ。拙者、逃げるのはもう嫌にございまする。北条の沿道も入った。信政や里見の奴らもこれ以上は向かってこれまい。ここから反撃に転じるぞ。北条の数はいたほどに。3000じゃ。さ、3000にございますか。敵は5000もおるのですぞ。仕方あるまい。鶴岡八幡宮、紅葉の最中ゆえ多くを動員できるのじゃ。されど、氏康様に任せておけば何とかしてくれよう。はは。一方、その氏康は有吉城から南の中尾城に移り、小太郎の知らせを待っていた。氏康様、胴体500、ただいま到着。待っておったぞ。これでこちらは3500か。敵の狙いは、やはり武田信孝殿の首。であろうな。それゆえ、信孝殿を丸八城に入れた。となると、丸八城には信孝殿と、そのご嫡子、信政殿もおられることに。ああ、武田信政は、伏しともども、討ち取る絶好の好機と思うであろうな。それゆえ、必ずや、丸八城を落としにかかる。我らはいかに動きまするか。間もなく小太郎が戻る。それからだ。戻った。聞かせよ。この絵図で説明する。今は、この中尾城。そして、丸八城は、ここから約より東だ。敵方は、城、西側に、武田信明、義信隊、その南の白山神社に、信政が本陣を敷いている。里見義高率いる本隊は、久留里城から、少し北に進んだ、遠慮寺に入った。敵数は両軍合わせ5000は超えるだろう。そして里見は別動隊も動かしている。正木時忠の隊が東上総に進攻し、里見方に寝返った万里の時頼貞の隊と共にこの小滝城を囲んでいる。よう分かった。里見のご詰めはおるか。義高へのご詰めはいない。しかしこの袋海城には1000ほどの守兵が入っている。おそらく佐伯城や峰上城の援護兵だと思われる。白山神社や遠路寺は城から一里も離れた地。我らが上総に入ったことは知っているのに、とても城攻めをする者らの布陣ではないですぞ。ああ、思った通り、我らが動くのを待つつもりよ。里見との決戦にござるか。敵は数が多い。地の利も敵が勝っておる。決戦に持ち込めば、勝算は限りなく低い。では、いかにして、武田信政や里見義高らを引き下がらせます？お弓久保の命に従わず、撤退した義高が、何故ここまでして、兵を動かしているのか。勝田国主を、信高殿から、信政に変えたいからにございましょう。表向きには、そうであるが、裏の心は違うであろうな。裏の心とは、勝田に進行するには、大義名分が必要。武田信政は、その道具にされておると見るが正しいであろう。里見の力で、勝田を支配下に置いたところで、国王丸を元服させ、お弓久保を復活させる。そして下総へ進行するというしたたかな野心だ。すぐにも国王丸を元服させれば早いものを。国王丸は八つと聞く。まだ分別のつかぬ小僧。今お弓久保を復活させても里見義高の操り人形だと思われるだけ。それでは血の気の多い暴走の地侍らを束ねられんと義高は考えておるのだ。恐れながら、それであれば武田信政だけを攻める手はいかがでしょう。そなたは策士であると父から聞いたぞ。遠慮はいらん、申してみよ。はっ、武田信政が撤退すれば、里見義高も戦う大義名分を失います。ならば、貨幣小京にもって解とする、の策を用いて、敵を翻弄させることからかと。多数を率いる者は、平坦な戦場を選ぼうとし、少数を率いる者は、狂愛な戦場を選ぼうとする。ご指導教えだな。はい。数で勝る敵は、我らの隊が、この、貨幣、あたりにやってくると思っておりましょう。そして、決戦を挑んでくる。されど、当家が動かなければ、どう思うか。疑心暗鬼にさせ、敵をこの中尾城に呼び込むつもりか。いえ、逆方面の丸八城です。そういうことか。信元、よう進言してくれた。よし、者ども、決行は10日後とする。それまでは、何もしなくてよい。9日だったら、わしから指示を伝える。それまで、しっかり体を休めておけよ。小太郎、ここだ。旅人に扮し、兵数の少ない北条は、怯えて動けんそうだ。北条氏康は、度胸のない弱腰当主であるぞ、と噂を流してほしい。そして、この書状を丸八城の信孝殿に届けてくれ。よい。大藤信元の策を聞き入れた王女氏康は戦の支度に取り掛かった。そして氏康の言う10日はあっという間に過ぎた。何故義高殿は動かぬのだ。冬が過ぎるまで待つ気じゃなかろうか。悠長なこと。
それでは北条の援軍がさらに上総に入ってしまうではないか。若さなのであろう氏綱と違い、氏康は腰抜けぞ。北条が動かぬうちに城を攻め、信孝と信政を討つぞ。さすがに我らだけが攻めても落ちませぬ。里見隊と共に西と南から攻めねば。そなた義高殿の陣に入り城攻めに動いて。殿、信孝が、武田信孝が現れましたぞ。信孝が現れたじゃと、どこにじゃ。西門から300ほどの騎馬兵を率いて出てきておりまする。これは好機、信孝の首を挙げた者には城を与える。皆の者、ダメですぞ、これは挑発やもしれません。まずは父や里見様に。義高殿に伝えても動いてはくれん。そなたはおじに伝え、すぐにも兵を出させるのじゃ。頼むぞ。ははよし、皆の者、ふざけた信孝を撃ってまいれ。いよいよ武田信政によるマリアス城攻めが始まった。まもなくして白山神社の北に布陣していた武田信明、義信の隊も指示し、およそ1500ほどの兵が武田信孝隊に向かい動き出した。城持ちになるんじゃ。雑魚では城持ちにはなれんぞ。父上、新手が迫ってきております。ここらでよいかと。ささ、城に引き上げましょうぞ。そうだな、よし、城に引き上げよ。門は閉じなでよい。どんどん敵兵を城に引き込め。おう、門も閉めず慌てて逃げていきよる。これは一日で落とせるぞ。全軍城へ攻め込め。城へ撤退する武田信孝を追うように、武田義信隊、信明隊が参道に次々飛び込んでいく。この状況は間もなくして遠慮寺に布陣する里見義高に伝わった。そうか、兄弟喧嘩が始まったか。我らも動きまするか。北条の動きは、昨晩の石膏の知らせではまだ中尾城に詰めており、一向に動く気配はないと。今一度北条を探ってまいれ。氏康が動いていないのであれば我らも城攻めに動く。はは。一方マリアス城では、3のクルアを武田義信隊が落とし、2のクルア門攻略が始まっていた。まだか、まだ氏康様は来てくれるのか。頃合いを待っているのではと。もうその頃合いじゃ。この2のクルアが落ちたら城は無残のだぞ。とにかく氏康様を信じて戦いましょう。信政の申す通りか。矢は使い切ってよい。大木、石、何でもよい。敵が嫌がるものを投げつけてやる。3のクルアを攻略、間もなく2のクルア門も突破となりましょう。よしよし、ならばわしも3の車に入るとする。案内をせよ。はは。城攻めが順調に運んでいることを聞いた武田信政は本陣を出て城攻めの後方支援に動き出した。信政が動いた。本陣を出て西門に向かうのであろう。数はざっと300。里見本陣はどうだ。動いていないとのこと。おそらく我らの動きを確認してから動くのではと。ああ、そうだろうな。よし、里見義高に中尾城が空だと知られる前に終わらせるぞ。敵将は武田信政と叔父信明、そしてその長子義信だ。できうる限り生け捕りにし、わしの元に連れてこい。勝つか負けるかはここからのひとときで決まる。不釈神妙に行くぞ。行くぞ、行くぞ。かかれ。川西のやぶや森に潜んでいた北条兵が一気に川を渡り、武田信政隊の後方に攻めかかった。西門の手前でそのことに気づいた武田信政は急ぎ布陣を変え対応する。なぜこんなに早く北条軍が駆けつけてこられるのじゃ。数が違いすぎます。とにかくここは里見様の陣まで引きましょう。されど下には信明や義信が。殿のお命が一番です。まずは殿だけでもお逃げいただかねば。里見様が状況を知れば動いてくだされよう。そうだが義高殿に頼むしかない。よし、わしは里見本陣まで引く。真狩を頼むぞ。はは。北条軍の勢い、そして数に圧倒された武田の馬さは、完全に囲まれる前に馬で東へ抜けると里見本陣に逃げ込んだ。殿、武田信政の捕縛は必ず里見本陣の方面に逃げられたと。仕方ない、他の重臣らはすでに三の車が落ちたと聞きます。おそらくは城の中かと。ふむ、我らには時がない。里見が動く前に蹴りをつけるぞ。信明様、この者です。西門から北条兵が城に登ってきております。なんだと、どこまで来ておる。ここまで来ておる。貴様は。ああ、北条一門、北条綱高だ。鶴岡八幡宮に参列せぬそなたでも枕井は知っておろう。もしや信政は。さあな。おい、何をする。捕獲せよとの命令な。これより氏康様の元へ連れて行ってやる。さあ歩け。くそ。武田信政の退却に続き、武田信明が捕獲されたことが知れ渡り、攻め手の兵の士気は急降下となった。見つけたぞ。そのいでたちからして武田義信殿か。だからなんだ。わしは北条家宿老大道寺森政が嫡男大道寺重興だ。わしがそなたを捕らえる。捕らえるだと、ははは、笑わせるな。若造に捕まるくらいなら死を選ぶわ。わしは強い、頼むで、おとなしく捕まってくれ。アホか、暴れ。ぐ。わしは強いと申したのに。うめ、撃ってしまった。捕獲せねばならぬと言われていたのに。
およそ数時間の戦いで主だった将はマリアツ城からいなくなり、攻め手の武田兵はことごとく討ち取られていった。まもなくして北条氏康の使者として里見本陣に向かっていた清水義政によって、武田信政、里見義隆にもマリアツ城の現状が伝わる。ああ、この国は紛れもなく武田義信殿のものだ。そして清水殿の申されている戦況についても患者からの知らせと合致した。嘘は申しておるない。武田信政殿の叔父であられる信明殿の身柄は当家の陣にて預かっておりまする。叔父は無事なのだな。はい、傷一つなく元気にございます。撤退を条件に人質となっておる信明殿を返していただく、そう申したいのであるな。さすが里見義隆様、話が早くて助かりまする。東大が勝佐から撤退するなら、先に得ておる東勝佐の甘津城、勝浦城、ここの返却は行わぬとの条件を飲んでいただけるのであればよろしいでしょう。それでは勝佐からの撤退とは申せませんが、以後里見家はマリアツ武田内の内乱に二度と介入しないとの起承文を御学坊様にお出しするとお約束いただけるのでしたら、その条件飲みましょう。承知した。承知しては困りますぞ。しかも即答って。信明殿の引き取りは信政殿に任せますぞ。よし、あわえ撤収じゃ。よ、義高殿、お待ちくだされ。こうして里見義高は負けを認めると訂正案を受け入れ、阿波に撤退していった。江戸湾の正木水軍や小田木城を囲んでいた正木徳田隊、時頼田隊も知らせを受け、包囲を解き撤退した。信孝殿、よう、二の車で粘ってくれたぞ。もしや氏康様にはめられたのかと内心ヒヤヒヤしておりましたぞ。ははは、わしは信孝殿を陥れて何の得があろう。戯言にございますが、されどあの義高がよくあの条件を読みましたな。国王丸が幼いからであろう。おそらく5年ほどは里見もおとなしくするはず。たった5年ですか。この混乱の世じゃ何が起こるかわからぬ。されど当家と御学坊様のつながりは固く強い。義高が国王丸を次のお弓久保に担ぎ上げ挙兵したところで、マリアツに千葉、そして当家の軍でひねり潰すまでよ。なんとも頼もしく心強いお言葉じゃ。正木水軍も阿波へ帰っていったとのこと。江戸湾は安全にございます。うむ、3日後に玉縄へ戻る。船の支度をしておくよう富永直勝に申し伝えておけ。はは。さあ当家の諸将も揃った。信孝殿、決め台詞を頼みますぞ。ああ、北条氏康様をはじめとする北条家諸将の皆々方、こたびのマリアツ城防衛戦に加勢いただき、マリアツ武田信孝、心より礼を申す。信政とは一般の停戦となったが、こんな盟約いつ破られてもおかしくないのじゃ。何が起きても対応できるよう皆で力を合わせ難局を乗り越えてまいろうぞ。父や祖父が築き上げたマリアツ城、ここを守り抜いてくれた皆々を称えたい。ようやった、勝ちどきをあげよ。里見義隆の画策したマリアツ武田信政を担ぎ上げての上総進行は、相模から入った北条氏康の援軍により阻止され、武田信政は峰上城に、里見義隆も阿波に撤退することとなった。一見里見義隆の敗戦にも思える合戦であるが、しかし義隆にとってみれば大きな痛手なく東上総領を奪えたこととなり、収穫は大きかったと言える。一方同族同士の切り合いとなったマリアツ武田は、この先も内乱を繰り返すことになり、この合戦から約10年後、戦国の世から消えることとなるのである。華々しく当主就任後の初戦を飾った北条氏康であったが、この翌年、偉大な父、氏綱がこの世を去ることになる。氏綱の存在がいかに敵対豪族らを抑えつけていたのかを、氏康は間もなく知ることとなる。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では、通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。